どうもカマです。ザ・ギルド3実況パート6やっていきましょう。課長のイヌスキーさん、50歳になりましたがまだまだ元気です。前回ですね、錬金術師の仕事場をもう一つ増やしました。そしてもう一つ新しく鍛冶屋の資格を取って、粗末な職人小屋、その名も切ってストレス解消ショップ作ってます。これでさらにお金を稼げるんじゃないですかね。そしてこのオスクロフト一族と抗争に入りました。バトルです。まあきっかけはですね、向こうがこっちにいろいろこうちょっかいを出してきたんですよ。襲ってきたり、だから頭きたからね、敵の課長をコロッとコロコロしたら抗争になっちゃいましたと。まあなので今回ですね、このオスクロフト家と決着をつけましょう。基本的にはこの世から消滅させるという形で、方向で持っていきたいかなと思ってます。階級は今自由市民ですね。でもうちょっとで上流市民になれると。上流市民になると一つ上の役職に就くことができるんですよ。ぜひとも裁判長になりたいっすね。裁判長になればもうどんな罪も俺の一存で決まるとまあ一存ではないけどね、判事もいるんだけどさ、まあかなり強い権限を持つことができるんじゃないかなと思いますので、狙っていきましょう。ということで、抗争に決着をつけて、さらに上の階級を狙っていくと、野心あふれる高魔一族、どこまでいけるか、今回も頑張っていきましょう。とりあえずさ、いつ襲われるかわかんないから、大人は武装しておきたいよね。ラリーナ。ああ、夜顔を採取してるんだ。やぶ。湿ってカビ臭い。苦労かけるね、ラリーナ。ちょっと市場行こう。あ、こんなのあるよ。噂を広める。役人としての知識と機会を行使して、敵に関する醜聞を町中に公に喧伝する。いいんじゃない?こいつこいつ。エダナ・オスクロフト。オスクロフト家の課長。決定。はい。あることないことを言ってやろうぜ。はい、ラリーナ、着いたね。買い物しましょう。革の鎧買いましょう。装備。はい。あれ?あ、売り切れ?もしかして。じゃあこれにしよう。ギャンベゾン。なんでこれ?用心棒は好んで着るんだって。いいんじゃない?はい。よし。レイピア。かっこよくない?レイピア。これ装備しようか。今、松明装備してんのね。よし。持ち帰ろう。レイピアだ。いいね、頼もしいよ。ちょっと待って、市場で番犬買えるけど、番犬買おうよ。これ番犬なるかな、ちっちゃいぞ、すっごい。ついてく。ああ、よかった、ついてった。ああ、かわいい、ちっちゃいじゃん。ちょっと待って、裁判長と裁判官が気付け合ってるけど決着は法廷でつけろよ。お前ら何やってんだ。どっちが勝つんだ。これは気になる。あー、裁判長負けた。裁判が。新たな証拠が提出された。なに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 。あ、相手を攻撃する。俺が課長をコロコロした時のやつを見られたってことかな。そうだね、被告人カリッサだ。告訴人、エダナ・オスクロフトだね。こういう人か、エダナさんね。はい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 。なるほどなるほど。もしもあなたがいなくなれば、裁判は開かれない。実験してみよっか。あ、しまった。従者がいるな、ここに。これ従者でしょ、多分。あー、2対1か。ちょっと辛いかもな。先にじゃあ、ちょっと、従者からやっちゃうか。なに、何もしてないで倒れた。心不全どうしたの。あー、くそ、家の中入ってった。ダメだった。逃げられた。じゃあ、ここで貼っとくか。しょうがない。会議を始めます。俺しかいないけど。あれ、おかしくない?評判を上げる。反対です。え、俺しかいないんだけど。
ってんの。今日は調子いいなぁ。うん、いい目してるわ。澄んだ瞳だよね。議会助手どうしたよ。来ないんだけど。君どこにいるの今。あ、いるわ。すげえ走ってるけど、全然間に合わなかったね。寝坊したかな。あ、しまった。まもなく書記官の任期が切れるわ。マジかー。いろいろ悪用できてたのに。これもう一回志願できるのこれ。あー、いける、いけるっちゃいけるけれども、うん、行った方がいいのかなこれ。これ行っておかないとあれだよね。書記官をキープしておかないと、裁判長にも多分なれないよな。志願します。立候補して選ばれるかな。前はね、3つしてたから、3人中2人と3つしてたから行けたけど。ちょっと行ってみましょうか。あ、一族の長、課長だと恋愛できないんだ。マジかー。いやー、しょうがない。じゃあ、これは、運を天に任せるしかないな。よし、お金が1万3000以上貯まったので、行っちゃいましょうか。上流市民に俺はなる。行きまーす。称号獲得。はい、やった。侮辱ができる。ほう。誰かに犯罪を犯させるにはこれが一番有効。なるほど。相手にわざと手を出させて、裁判で勝つと。正当防衛だからな。注意の役所へのアクセス。よしよしよし。あれ、ちょっと待って。今俺また書記官立候補しちゃったけども、裁判長へも志願できるのかな？ああ、書記官に申請中、取り消して裁判長役職に申請しますか？こっちの方がいいよ。しました。すごい、指名者、市長、町の特使、財務官だって。おー、お偉いさんばっかじゃねえか。でも待って、この人たち、課長じゃないから、密通できるぞ。そこのお嬢さん、あなたの許可をお願いします。あなたが私に求めることを何でもする許可をください。私があなたを愛しているように私を愛してください。コロッと言ったねー。町の特使、オーケー。さあ、ここで必殺セレナーデ行きましょうか。銀融学士のテクニック。とくとご覧あれ。さあ、三つはまだ早いか？いけるか？ギリきついかな？ 74%、どうだ？行ってみましょう。よっ！やった！ワイルドになりましょう。オーケー。抱き込んだぜ。財務官様。私です、私です。密かにあなたを愛させてください。マイダーリン。忠実なしもべ、そのアイデアが好きです。やったー。オッケー。二人は俺に投票してくれるだろう。さあ、これで俺も裁判長だ。っていうか、意外に、オスクロフト家攻めてこないね。もっとガッツンガッツン襲われるかと思ったんだけど。あ、やった！出てきた！課長出てきたぞ！よしよし、いけ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 。やれやれ、やっちまえやっちまえ。いけいけいけ。そう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 。すごい、市場の目の前で。強くない？あー、負けた。強い強い。あ、いた。倒れてる。あれ、オスクロフト課長倒れてるけど。どうした？倒れちゃったな。え、もうこれチャンスじゃないですか。絶好のチャンス到来。さあ、あなたはもう裁判に出廷することはできない。さようなら。おやすみなさい。 OK。 めっちゃ衛兵見てましたけどね今ね。見て見ぬふりかな。あ、いかん。こっち見た。暴漢を追跡する。やば、逃げないと。とりあえず、屋内入ろう、屋内。でも、屋内入ったら、これ、一発でバレるよね。コウマ一族かよ、みたいな。危ない、危ない。あれ、エダンさん生きてっけど、まだ。あれ、死んでなかった。うっそ。ほら、治療してもらおうとしてんじゃねえ。あれ。あ、これ、建物中扱いなの、ここ、もう。
気づくのがちょっと遅かった。ちょっと一回市場行こう。市場行ってもっと強力な武器を装備しようぜ。バトルアックスからロングソードに変えましょう。で、ちゃんとした盾にする。はい。いけー！ほらー！ロングソードじゃーい！ほらー！よし！オッケー！さあ、じゃあ、慎んでお悔やみ申し上げます。あ、まだいけない。殺害できないな。マジかー。じゃあ、骨でも折っとくか。骨折れば、出廷できないんじゃない？ほらひでえぐえぐあ、やった骨折れてるじゃん。え、でも、短いな。割とすぐ回復しますね。治癒力半端ないけど。そっか。カリッサならいけるのか。よし、カリッサとりあえずここまで来ようか。逃走だけどな。来れるかな？あー、くそ、意識取り戻しちゃった。ダメ。待って。ちょっと待ってください。あー、ダメだ。逃げてった。嘘。できないの？違うんです。ちょっと気絶してもらうだけ。早っ！あ、めちゃめちゃ早いけど。逃走って書いてある。へー。不名誉にも逃走する。あ、嘘。選ばれなかった。抱き込んだのに。あ、いや、選ばれた。選ばれてる。前もそうだったよな。選ばれた。よかった。いやー、一瞬びっくりするわ。やったー、裁判長です、僕。やったねー。次狙えば市長だな。ちなみに、市長の立候補の要件は？階級が重騎士だって。かっこいい。うわー、すげえいっぱい入ってる。裁判長になるとすごいね。裁判たくさんあるんだ。おー、すごい。みかじめ料をせしめるのがたくさんあるんだね。ああ、クレイトンがオスクロフトたちに対してみかじめ料をせしめていると。ああ、いいんじゃないですかね。おお、なんでこれすご。え？町の住民の意見。ああ、なるほど。ああ、これ無罪かな。で、罰金？牢屋、ぶち込む。クレイトンは同盟だから無罪だよ。うん。無罪です。そして、はい、来ました。あの、我々がね、はい、オスクロフトの課長を攻撃してしまった件ですけれども。まあ、これは無罪ですね。やむにやまれぬ事情があったと察します。この課長が逃げまくるんだよね。しかし、それもおしまいだ。いけ。いや、ちょっと待って、なんでえ？ああ、逃走してるとダメなのかな？逃走してると追いついても、やってくれない感じですかね、これね。あ、また家帰ってったわ。あ、また出てきたわ。何回やるね。あ、これチャンスじゃない。これいけんじゃない。よっしゃ、いった！いけ！よっしゃー！カリッサには申し訳ないけれどもね。あの、罪に罪を重ねる形になってしまいますけれども。どうですか？これ。よし今度こそ行った。今度こそやりました。お疲れ様でした。まあ、うちに歯向かうとこうなるということでよろしいかな。皆さんお分かりいただけたと思います。他の一族の方もね。さあ、裁判が改定だ。おお、怒ってる。犬好き怒ってるよ。相手は静粛に。はいはい。告訴人レジナルド被告人、ラパート。告訴人が姿を見せなかったため、被告人に対する全ての告訴内容について、無罪としなければなりません。そうですよね。はい。平定、無罪でした。お疲れ様でございました。よし。あ！ゼッテが出廷命じられた犯罪、骨を折る。あー、骨折っちゃったもんね。でもあの骨一瞬で治ったからな、犯罪になんなくない？大目に見てくんないかな。まあ、とりあえず、待って。あの、その前のエダナ殺害についてですね、裁判をしますけれども。お前がやったのか、カリッサ。悪い子だな。おや、告訴人が見えないようだが。いないね。あれ、おかしいな。姿が見えないから、残念ながら無罪としなきゃいけないね。不本意だけどね。
裁判長としては不本意だけどももうしょうがない、これはしょうがないね、やむなしと。で、誰だい、フェッテを訴えたのは。ゲットルード・オスクロフト、エダナの次の課長だね。なるほどなるほど、いけー、オッケー、やってやりましたよ。さあ、じゃあいいっすかね。はい、いろいろ人が見てるかもしれませんが、そこは皆さん見なかったふりということで一つよろしくお願いします。どうですか、これまだ生きてるな、生きてますね。じゃあヴェッテが、あー残念、ヴェッテもできない、そうか、さっき一人やったからな、残念。これはとりあえずあれだな、殺害がクールダウン終わるまでやり続けるしかないですね、こうやってねひどい。あちょっと誰、エバラルドの人が骨を折ったんだ。オスクロフト家めちゃめちゃ恨まれてません、やば。そしてなんかやばいインドの神様みたいになってる破壊神的な。よし、行きましょう。 58% どうですかね。はい、コロコロっといったかな。いや、立ち上がるわ何度でも立ち上がるわ。ちょっと待って、ダメだって。あ、失敗したらもう一回すぐできるんだ。行こう行こう。はい、さあ今度はどうです、今度こそ行ったかな。よし、行った、オッケー、一族が破滅したおお、最後の当主であるゲートルード・オスクロフトが殺害されました。彼女は課長の地位を受け継ぐことができる政治の後継者がいないまま亡くなりました。噂によると一族のコーマが手を貸したとのこと。もしかしたら残酷なオスクロフト王朝の終焉を祝う宴が開かれているかもしれません。あらー、そうですかそうですか。オスクロフト家、あー消えた、いなくなったまあこうなるよ、だって俺のこと訴えるんだもの。はい、ということで今回私裁判長になりました。めでたく、ありがとうございます。そしてオスクロフト家がね、何者かの力によって、消し飛んでしまいましたと、お悔やみ申し上げます。さあ次狙うのは市長の座なんだけれども、それには銃騎士になれって言われたからね。ああ、純貴族があってその次か、銃騎士、なるほど。もうちょっとビジネス拡大していきたいな、できれば。うん、そうすれば割とさっくりいける気もするけどね。いやー、なかなかサスペンスな感じの動画になりましたね。次回も血生臭い事件が起きるかもしれません。お楽しみに。ということで、良ければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。